シェイクダウンとは、K を断素生体と仮定し、一定の繰り返し外力を作用させることで K で、蘇生変形が起こる場合に、作用させる繰り返し外力の大きさによって、内部で発生する応力歪み関係がそれぞれ異なる挙動を示す。男性、シェイクダウンと蘇生、シェイクダウンがあり、男性、シェイクダウンは一定の繰り返し外力を作用させた場合に、応力歪み関係が、 最終的に線形性を保持する状態である。この場合、K は、蘇生変形は起こるが、最終的に、弾性応答を示すので、安定であると言える。また、蘇生、シェイクダウンは一定の繰り返し外力を作用させた、場合に、最終的に応力歪み関係が閉じた、ループ曲線になる状態である。このケースでは、K の変形は一定に落ち着くものの繰り返し外力を、 作用させることで内部仕事が生じるため、軽内部で疲労破壊等を起こす可能性があり、安定状態とは言えない。全像崩壊は、一定の繰り返し外力を作用させた場合に、応力歪み関係が開いたループになり、蘇生変形が落ち着かず、そのまま崩壊するケースである。ありがとうございます。